はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回なんですけど、私、キスがしたい。はい、まあ、そんな願い叶うはずもないので、せめてね、ゲームの中で、まあ、そのね、どうやってするのってことなんですけども、カービィの中ではね、口移しという、もう、いわゆる合法的に、女性とね、キスをすることができるという、技があるん、技なのか、あるんですけど、カービィがダメージを受けているときに、まあ、その、敵キャン、自分がダメージ受けている、もしくはその味方がダメージを受けている状態で、その、例えば味方がダメージを受けている時に僕が回復アイテムを取ったら、その人に、口移しであげることができるという、なかなかね、カービィさんおなじみのものなんですが、未だに、その任天堂さんは消すこともないと。なかなか、あれですよね。その機能を消さないってなかなかすごいですけどね。はい。で、今回、アドレーヌリボンに、それをしたいんですけどね、一つふと思いました。口移しをするときに、まあ、アドレーヌとは多分カービィはできると思うんですけど、リボンちゃんとはどうなのっていう。なので、ちょっと今回、リボンちゃんとも、口移し、できるのか、ちょっとやってみたいと思います。まあ、なかなか、ちょっとね、ちょっと、お下品ではないか。そういう感じでちょっと動画になってしまうかもしれないんですけど、もうちょっと先。大丈夫、大丈夫。これ届く。オッケー。じゃあ、よろしくね。アドレーヌ。センキューだ。よし。じゃあ、アドレーヌと、どういう感じになるのかな？リボンちゃん出てくるのかな？じゃあ、ちょっと、ダメージを、受けてやってみたいと思います。さてと、じゃあ、自分がダメージ受けて、はい、オッケー。これで、アドレーヌに回復を取らせればいいんで、できればアドレンちゃんも当たって、一回ぐらい当たってもらってもいいんだけど、どうですか？当たりますか？当たってくれませんか？当たってくれないですか？多分どっかに回復あるよね。この先に、あ、とりあえずさっきさん、やっちゃってください、アドレンさんを。あ、どうぞやっちゃってください。あ、うまいな、アドレンさんうまいな、回避が。ちょっと一回だけダメージ受けてもらったらすごいありがたいんです。ん？あ、なるほど、これアドレンがこうやって書いて、コンピューター、あ、キス、キス、キス、お前じゃない、お前じゃない、ちょっと待って、待って、キス、キス。忍者に乗ってたせいで、忍者に乗っとったせいで、あ、待って、お前違う、これじゃあさ、違うんだって、アドレーヌ、忍者に乗ってる状態では、あれなんですよ、君。あ、一回ダメージ受けて、アドレーヌ、一回ダメージ受けてくれね。一回ダメージ受けてみ、アドレーヌ、一回だけ痛い思いしてみ、一回だけ痛い思いしてみよ、お願い。いや、ここで回復アイテム勝てれば出ない。くそ。なかなか厳しい戦いが続くではないか。そう、アドレーヌちゃんと口移しするにはなかなかの能力を使わないといけないというのがこれで分かりましたね。さあ行け。あ、違う、もういい。俺がこれやる。オッケー、これでどうだ。よし、取るね。ああ、もう俺が切るからいいよ。で、ちょっと待って、見えないけど、何してんの。なんで？ねえ、なんでお前。もう、この忍者が私の口移しを邪魔するんですけど。くそ。俺が切るからもういいよ。アドレンちゃん。オッケー！これで。あ、違う。アドレンちゃん、これ取って。さあ、行きますよ。果たして、リボンちゃんは出るのか。行きます。はい。回復して、俺と。どうだった今ちょっとスローでお見せします。で、今回、もう一個やりたいのが、そのアドレーヌ側になってそのキスしたらどうなるのかというものをちょっとやってみたいと思います。なので、アドレーヌとアドレーヌでじゃあちょっとこのメンツでいきましょうか。いきます。かっこいいメンツでいきましょうか。まあ、魂が飛び出る辛さでいきましょうか。レッツゴー。さあ、これで、さあ行くぞ。アドレーヌ同士で、靴寿司ができたら、どちらかが正面になるってことですもんね。アドレーヌの。そっかそっか。ってことは、アドレーヌの顔が見えると。行きましょう。さあ、みんなわざとダメージを食らうのだ。いいぞ。さあ、みんな早くダメージを食らうのだ。一回だけ食らってくれればいいから。一回食らってくれれば、もうそれ、オッケー。もう倒しましょう。これでじゃあ倒したいと思います。はい。もう新キャラが全員揃ってれば、もう負けることはないと思ったんですけど、これ、まさかの負けありますよ。気をつけて。自分帰る。はい。お、いいですね。自分回復して。頼むぞ。早く倒してくれ。いけ。あれ？やばい。待って。負ける。じゃ、やってくれ。ちょっと、やばい。これ負ける。ちょっと、頑張れ。みんな頑張れ。倒してくれ。倒
倒してくれ。頑張れ、いけいけいけ、よしよしよし、オッケー、よかった。さあ、これで、アドレーヌ同士で接吻をしましょう。行きましょう。ちょっと行きましょう。行きます。